はい、こんにちは、ライムです。今回は FF6 に際してガチャもやってきました。で、これなんだけど、まあ、FF6 ね、まあ、ティナのシンクロいずれ出るだろうと思ってはいたんですけど、早かったね。あの風の覚醒も出て、でさらにシンクロまで出してくる。まあ本当に運営はティナ推しなんだね。てかティナが人気なのかわかんないけど、はい、なんかすごいよね。ね、炎の覚醒っていうと先にねビビ来ると思ってたんですよ、なんとなく。まあほらティナが風の覚醒出たばっかなので、こんなに早くシンクロ出してくるかなと思ってたんですけど、普通に出してくるっていうね。でめっちゃ強いじゃんっていう。でティナのシンクロが多分初めてなのかな。あのシンクロアビリティで全体攻撃がついてるんだよね、これ。はい。で先ほどですね、この動画撮る直前に1回芝やってきたんで、初見完全初見でやったらフェーズ3までは行ったんですよね。フェーズ 70% ぐらいは削ったんですけど、意外と削れる。イフリートほどめんどくさくなさそうなので、シンクロなくても勝てると思うんですけど、まあちょっと引いていこうかなと。で芝やって気づいたんですけど、このシンクロアビリティにこの全体攻撃、完全にこれあれだね、芝意識だね。芝がこれ全体攻撃あるとすごい、あと楽、全然違ったので、簡単さが、うん、なんだっけ、氷ぶっ壊すのに、氷の壁かあれぶっ壊すのに全体攻撃がすごい強かったんで、うん、まあ完全に芝意識ですね、これ。芝特攻と言ってもいい。はい、というわけで、まあ、あと、エドガーの覚醒だったりね、炎属性まとえるのついに、炎属性まとえたりとかするんで、まあ、この辺も欲しかったりするし、まあ、リルムは正直あれだけど、このカイエンとか、これもまあ、芝で使えるんで、うん、って感じです。とりあえず引いていきましょう。サムライで全体攻撃のアビが実装されるのかな？うん。それもまあ、完全にやっぱ芝だね。あるかないかですごい難易度変わると思いますね、芝はな。攻略難度ね、全体攻撃あと全然違う。あーこれ、おまさか、おマジで、嘘マジでわーマジか、マジで、えマジか、ティーダに続いてじゃん。2ヶ月連続月末月初のシンクロを引き当ててしまい、一発で。これは、これ、やってるね。だいぶやってんね。あ、これ、マジか。あ、これもう、今日中に芝の攻略動画撮れるわ。いけるわ。2回目でもう勝てちゃうんじゃねって気がしてきた。あ、これいけるわ。マジか。今、正直出ると思わなかった、マジで。今日の動画は、最悪シンクロなくても勝てそうだから、まあ、なんだろう、戦技とか出て、はい、ダメでした、みたいな感じで終わるつもりだったんだけど、これは物欲センサーじゃないか？やったぞ。はい。こんな引きもあるんだね。なんか本当に2ヶ月連続おかしい。聞きがよかった。まあでも、あれがあるからね。あれがあったから、その前に、6月の段階であれがあったからね。デッシュの悲劇があったんで、ガチャのラインナップ、デッシュ以外全部引くっていう衝撃的なね、ガチャ動画があるんで、そのガチャ動画から考えると、今回のこの引きはまあ、仕方がないかなって。まあ、うん。ようやく報われたよね。あのデッシュから考えると、ようやく報われたっていう感じがするんで、うん。まあ、どっこいどっこいでしょ。といったところで、今回のここまでで終わりたいと思います。面白かった、参考になったって方は、チャンネル登録等もよろしくお願いします。芝もちょっと頑張ってみる。それではご視聴ありがとうございました。